皆さんこんにちは。私、旭川市防災安全部交通防犯課で防犯を担当しております笠松と申します。今日はお忙しい中、オンライン防犯教室をご視聴いただきありがとうございます。このオンライン防犯教室を開催するにあたったきっかけ、理由についてお話をしたいと思います。令和元年中に旭川市において架空料金請求詐欺などの特殊詐欺被害が9600万円、約1億円弱と甚大な被害が発生しました。この事態を受け、北海道警察旭川方面本部と旭川市が協力し、防犯意識の向上、とりわけ特殊詐欺への理解を深める取り組みとしてオンライン防犯教室を開催し、犯罪被害に遭う市民を一人でも減らしたいという思いで開催するものでございます。また、新型コロナウイルス感染拡大によって、人と人との関係性が薄れ、地域の防犯意識が低下することのないようにしたいという狙いもあります。さて、架空料金請求詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害者の8割以上が65歳以上の高齢者です。特殊詐欺は高齢者が長年にわたり苦労して貯蓄した財産を奪い取る卑劣極まりない犯罪です。これは弱い者いじめの構図と言うべきです。弱い人は社会全体で守っていかなければなりません。高齢者だけでなく、家族や地域が一体となって特殊詐欺に立ち向かっていく必要があると考えております。それでは前置きはこの辺にして本題に入っていきます。今日のテーマは2つあります。犯罪情勢と特殊詐欺です。このオンライン防犯教室のキーワードは備えです。備えという言葉が複数回出てきますので注目してください。特に特殊詐欺について詳しくお話をしますのでよろしくお願いします。まず一つ目のテーマは犯罪情勢についてです。全国の犯罪情勢について、令和元年中の犯罪発生件数ですが、刑法犯認知件数は748,559件であり、前年の平成30年と比べて68,779件の減となっています。刑法犯認知件数というのは、検挙した件数ではなく、警察が犯罪として把握した件数のことを言います。次に過去10年間の犯罪発生件数の推移ですが、平成22年が1,604,019件であったのに対し、令和元年が748,559件とほぼ半分に減少しています。ではどんな犯罪が多いのか、どんな犯罪に備えるべきかという話ですが、刑事物のテレビドラマでは殺人事件が取り上げられることが多いのですが、一番多い犯罪は何だと思いますか？それでは令和元年の犯罪トップ10を発表します。はい、一番多いのは窃盗です。犯罪全体の約 71%、532,565件と圧倒的に窃盗が多いです。続いて第2位が器物損壊、構成比で約 10% となっています。そして第3位は詐欺となっています。殺人はと言いますと、17位950件、構成比 0.13% と犯罪全体の中では少ない犯罪となっています。窃盗が全体の7割となっていますので、窃盗に備えないといけないのですが、何が盗まれているかと言いますと、窃盗トップ10を発表します。はい、1位は自転車盗です。168,703件、窃盗全体の構成比で約 32% です。自転車には必ず鍵をかけましょう。できれば鍵を2つかける2ロックが効果的です。続いて2位が万引き、93,812件、3位がその他、4位が車上狙いとなっています。車の中に財布やバッグを置いたままにしないようにしましょう。空き巣も6位、19,584件発生しております。
外出するときは必ず鍵をかけましょう。防犯ライトや防犯カメラを設置すると効果的です。次に旭川市の犯罪情勢ですが、令和元年が1353件と10年前の平成22年と比較すると約半分に減少しています。これは全国の傾向と同じです。旭川市内の犯罪の内訳ですが、犯罪を大まかに分類すると、令和元年全体では1353件のうち、窃盗犯が830件、構成比で約 61% となっています。先ほども出ましたが、全国の構成比が約 71% ですので、旭川市内では窃盗犯は全国と比較すると少ないと言えます。一方、暴行や傷害といった粗暴犯は約 12% で、全国の構成比と比較すると約 5% 多い結果となっています。殺人・強盗といった凶悪犯は10件と、全体の件数1353件からすると少ない状況となっています。では、旭川は安全な町なのかといいますと、全道全国との比較になりますが、人口1000人あたり犯罪発生件数を見ると、旭川市が 4.01 件、全道が 4.45 件、全国が 5.87 件となっており、比較の上では旭川は安全な町ということができます。全国旭川市の傾向として、10年前に比べて犯罪は半分になり、社会はより安全になっているといる一方で、増えている犯罪があります。次の資料をご覧ください。令和元年の犯罪白書を読みますと、平成30年と平成21年の10年間で比較すると、特殊詐欺が 2.25 倍の 16,496 件、注目すべき犯罪として、ネットワーク利用犯罪、これはインターネットなどを利用した詐欺や自動売春などの犯罪ですが、2.05 倍の 8,127 件となっています。以上が一つ目のテーマの犯罪情勢となりますが、防犯を考えるべき、何に備えるべきかは、いかなる犯罪が実際に起きているのか、客観的なデータに基づく犯罪の現実に対応した備えをしていく必要があると考えております。今回犯罪データを詳しくお話ししましたが、犯罪で一番多いのは窃盗ですので、窃盗に備える必要があります。具体的には、自転車には鍵をかけることや、財布などを車に残さないこと、外出する際は家に鍵をかけることを窃盗の備えとしましょう。また、最近増えている犯罪として、特殊詐欺やネットワーク利用犯罪に備えましょう。特殊詐欺の備えについては、次の2つ目のテーマ、特殊詐欺の中で詳しくお話しします。それでは続いて、今日の2つ目のテーマ、メインテーマの特殊詐欺についてです。まず、特殊詐欺とは何かということですが、特殊詐欺とは、犯人と対面することなく、電話やハガキなどで親族や公共機関の職員をかたって、被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードを騙し取ったり、医療費の還付があるなどと言って、ATM を操作させ、犯人の口座に現金を振り込ませる犯罪のことを言います。では、全国でどのくらいの被害が発生しているかと言いますと、令和元年は 16,851 件、約315億8000万円の被害が発生しております。平均すると1件あたり約200万円の被害となっております。次に特殊詐欺の発生件数の推移についてですが、過去5年間を見ると増加傾向にあります。特殊詐欺被害の内訳ですが、令和元年のデータで約 40% にあたる6725件がオレオレ詐欺、2番目に多いのが、ここ1、2年で急増しているキャッシュカード詐欺等で
約 22% にあたる3777件、3位が架空料金請求詐欺で 21% にあたる3533件などとなっています。そして重要なのは旭川市内の特殊詐欺の発生状況についてですが、令和元年8件9600万円、約1億円弱の被害が発生しています。1件あたりの被害額が1000万円を超えるケースが8件中5件と深刻な状況となっています。令和2年は13件約4600万円の被害となっています。この現実を旭川市民の皆様にも知っていただきたいのです。旭川の高齢者も狙われて被害に遭っているのは現実です。したがって旭川の高齢者も特殊詐欺に備える必要があります。次に特殊詐欺の検挙率についてですが、殺人や強盗などの凶悪な犯罪は8割から9割の検挙率になっているのに対し、特殊詐欺の検挙率は令和元年の犯罪白書によりますと 31.3% と低く、なかなか検挙に至らないのが現実です。ここで特殊詐欺とはいかなる犯罪なのかを確認します。少しだけ専門的な話になりますが聞いてください。刑法における詐欺罪のお話です。詐欺罪は刑法第246条に書いてあります。それがその条文ですが、人を欺いて財物を交付させた者が10年以下の懲役に処する。要するに人を騙してお金をや物を取る行為が詐欺罪という犯罪なのです。刑法学的に言うと、犯罪が成立するためには構成要件という枠に当てはまる行為で違法性が認められ、行為者に責任を問い得るものが犯罪とされています。特殊詐欺が詐欺罪となる過程を分析したのが次の資料となります。いかなる行為が構成要件に該当する行為なのかを示したものになります。例えば犯人が市役所の職員をかたり、医療費の還付があります、今日中に手続きが必要なのでこれから訪問します、キャッシュカードと暗証番号を書いた紙を用意しておいてくださいと電話をかけ、欺く行為をします。この欺く行為を専門用語で欺罔行為と言います。次に電話を受けた被害者が、医療費は還付される、親切に市役所の職員が手続きを代わりにやってくれると思い違いをすること、これを専門用語で錯誤と言います。そして被害者は自らの意思で犯人にキャッシュカードと暗証番号の書いた紙を渡します。これを専門用語では財物の処分行為と言います。その結果、犯人は入手したキャッシュカードと暗証番号を使い、 ATM から現金を引き出します。これを財物の移転と言いますが、財物が移転されて詐欺罪が成立、既遂となるのです。また未遂罪も成立します。欺罔行為があれば犯罪の実行行為の着手となり、財物の移転がなくても未遂罪が成立します。例えば不審な電話だけでも詐欺未遂罪が成立する可能性があります。不審な電話があった場合は周辺地域の住民にも電話がかけられていることが予想されますので、被害を防ぐため警察に通報しましょう。また犯人が ATM から現金を引き出す前に、すなわち財物の移転前に逮捕した場合も詐欺未遂罪が成立するということになります。詐欺罪は罰金刑がなく有罪で、執行猶予がなく実刑判決が確定すれば懲役刑として最高で10年間刑務所に入る比較的重い犯罪です。次に主な特殊詐欺の手口を紹介します。令和2年1月から新しく10分類となっていますが、その分類の中で主なものを紹介します。1番目がオレオレ詐欺。子供を語り会社の金を使い込んだ、返済のために金が必要だなどと言って現金を騙し取る手口です。2番目が預貯金詐欺。
役所の職員をかたり、医療費の還付があります。こちらで手続きをするので、カードを取りに行きます。などと言って、暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを騙し取る手口です。3番目が架空料金請求詐欺です。有料サイトなどについて未払いがあります。今日中に支払わないと裁判になります。などとメールやハガキを送りつけ、金銭を騙し取る手口です。4番目が還付金詐欺です。役所の職員をかたって、医療費や保険料の還付があるので、手続きをしてくださいなどと言って、ATM を操作させ、犯人の口座にお金を送金させる手口です。5番目が、ここ1、2年で急増しているキャッシュカード詐欺等です。警察や銀行協会をかたり、キャッシュカードが不正に使用されているので使えないようにするなどと言って訪問し、封筒に割り印をするので印鑑を持ってきてくださいなどと言って、被害者が目を離した隙に封筒を差し替え盗み取る手口です。それではここで音声による具体例を紹介します。俺だけど。一郎かい？どうしたの？電話してきて。何かあった？実は俺、会社の金を使い込んで今日中に弁済しないとクビになって牢屋に入るんだ。え？クビになるって？おう、課長の田中だ。お前の息子は会社の金の使い込みをして大変迷惑してる。ふざけるな、告発してやる。親なら責任取れや。ただじゃすまんぞ。まあまあ、田中課長、興奮しないでください。私、会社の顧問弁護士をしている佐藤です。本来であれば刑事告発し懲役10年の刑となりますが、使い込んだ200万円を今日弁済していただけるなら。200万円払えばクビにならないで刑務所にも入らなくてもいいんですね。そうですね、今日中に200万円弁済いただけるのなら刑事告発しないよう田中課長、加藤社長の説得を私、弁護士の佐藤が引き受けます。お願いします。お金は払いますので息子を助けてください。かしこまりました。説得して息子さんを助けましょう。おう、金は払うんだな。1時間後にうちの社員行かせるから200万揃えておけや。用意できなかったら刑務所行きだからな。わかりました。200万円用意します。息子を助けてください。北海商事の井上と申します。お金を引き取りに伺いました。200万円用意しました。このお金で息子を助けてください。わかりました。田中課長の怒りを佐藤弁護士がなだめたので大丈夫だと思いますよ。よろしくお願いします。オレオレ詐欺の解説です。このケースは古典的ともいえる三役形シナリオと言われるもので、お礼役一郎、綺麗役田中課長、救いの手役佐藤弁護士が登場する劇場型オレオレ詐欺です。電話に出た時に俺だけどというだけで息子の一郎だと思い込むのが問題です。こちらから息子の名前は言わず相手を確認しましょう。今日中にお金を支払うよう求めてきますが、本当に今日中に支払う義務があるのか大いに疑問です。今日中にと出てきたら詐欺を疑いましょう。対策としてはすぐに支払わず息子の一郎に事実を確認しましょう。また慌てることなく警察に相談するなど落ち着いた行動が必要です。次にキャッシュカード詐欺等の具体例です。旭川中央警察署捜査課の山田と言いますが、この度犯罪を捜査して犯人を検挙したところ、犯罪に木村さんのキャッシュカードが悪用されていることが分かりました。至急カードの停止手続きが必要となります。北海道銀行協会に連絡しますので手続きをしてください。え、カードが悪用されている？
それは大変。銀行協会から電話がありましたら指示に従ってください。わかりました。知らせてくださってありがとうございました。北海道銀行協会の中村と申します。キャッシュカードの使用停止手続きのためこれから訪問しますので、暗証番号を書いた紙とキャッシュカードを封筒に入れておいてください。わかりました。北海道銀行協会の中村です。キャッシュカードの使用停止手続きのために参りました。封筒を見せていただけますか？はい、これが封筒です。はい、よろしいようですね。それでは封筒を封印しますので印鑑を持ってきてください。はい、少々お待ちください。ここで被害者の目が離れた間に封筒を差し替えます。はい、印鑑を持ってきました。ではここに印鑑を押してください。はい、これで手続きは終了となります。後日新しいキャッシュカードを持参しますので、それまで封筒は開けずに保管してください。これで手続きは終わりです。それでは失礼いたします。わざわざ来ていただいてありがとうございました。キャッシュカード詐欺等の解説です。この手口は全国でここ 1,2 年で急に増えている手口です。警察官をかたって電話をし、あなたのキャッシュカードが犯罪に悪用されている、停止の手続きが必要と語り、次に銀行協会から電話があり、使用停止手続きのために訪問するので暗証番号を紙に書き、キャッシュカードと一緒に封筒に入れてくよう指示があり、実際に偽銀行協会の職員が自宅を訪問し、封筒の封をして割り印をするため印鑑を持ってきてくださいなどと言って、被害者の目が離れた間に封筒をすり替え盗み取り、すり替えた封筒に割り印をさせて手続き終了という流れです。対策としては、本当に口座が悪用されているのか金融機関に確認しましょう。また銀行協会を名乗る人物に暗証番号を教えたりキャッシュカードを渡すことは絶対にやめましょう。繰り返します。暗証番号を教えたりキャッシュカードを渡すことは絶対にやめましょう。最後に架空料金請求詐欺の具体例です。父さん、何かハガキが来てるよ。なんだこれ、料金が未払いで裁判になるって？やだ、お金払ってないのかい。いや、そんなことはない、何かの間違いだ、確認してみる。はい、こちら法務省国民訴訟通達センター佐々木でございます。鈴木太郎と申しますが、未払いがあって裁判になるってハガキが来たんだけど、未払いはないのにどうしてこんなハガキが来たんですか？鈴木太郎様ですね。確認しますので、ハガキにある管理番号を教えていただけますか？管理番号は和の283です。確認が取れました。鈴木太郎様ですね。有料アダルトサイトの料金が153万円未納となっておりまして、期限が過ぎてますので裁判となります。アダルトサイトなんか見てないよ。いえ、確かに法律上の債権として153万円があります。法律ですから裁判となります。民法第96条および民事執行法第22条により、法務省執行官による差し押さえなどの強制措置を取ることになります。また1年以上の長期未払いですので、刑事事件として刑法246条の支払い遅延罪が適用になり、懲役5年の刑となります。そんな、なんとか差し押さえされないようにはできないんですか？そうですね、裁判の取り下げの手続きができれば差し押さえを避けることができます。ただし民法第96条および民事執行法第22条の強制執行を避けるためには、弁護士を依頼し
裁判所と弁護士による和解が必要になります。そのためには弁護士を依頼する必要があります。法律の詳しいことはわからないけど、弁護士先生をお願いすればいいんですね。はい、和解による裁判取り下げのための弁護士についてはこちらから斡旋しますのでご安心ください。とりあえず弁護士斡旋料として今日中に100万円の支払いが必要となります。わかりました。100万円払えばいいんですね。そうですね、今日中にレターパックでハガキに書いてある住所に100万円送っていただければ、裁判の取り下げにより財産の差し押さえや懲役刑を避けることができます。早速100万円送りますのでよろしくお願いします。架空料金請求詐欺の解説です。このケースはハガキによるものです。旭川市民にもハガキが送付され被害が発生しています。まずハガキに書いてある法務省管轄支局国民訴訟通達センターなる組織は存在しません。対策としてこのハガキのように心当たりのない請求が来た場合、つまり現実には存在しない未払い金や借金の請求が来た場合はすぐに電話することは絶対にやめ、家族や警察に相談しましょう。繰り返します。すぐに電話をすることは絶対にやめ、家族や警察に相談しましょう。ただし本当に債務、未払い金や借金がある場合は、弁済するなり弁護士に相談するなりしてください。具体例の中に出てきた刑法246条支払い遅延罪という犯罪はありません。246条は詐欺罪の規定です。被害に遭わないポイントをまとめると、あなたのお子さんや市役所などをかたる電話でお金やキャッシュカードを求める話が出たら詐欺を疑い、直ちに電話を切り警察に相談しましょう。また身に覚えのない請求があったときは直ちに対応せず家族や警察に相談しましょう。さらに具体的に言うと、お金を送る、手渡す、振り込む前に必ず家族や警察に相談しましょう。絶対にキャッシュカードを渡さない。暗証番号は教えない。電子マネーで支払うよう指示するのも詐欺の手口です。市役所から還付金などがあると言って、電話をしたり訪問することはありません。市役所、警察とも電話でキャッシュカードや通帳に関するお金の話はしません。次に特殊詐欺の被害者についてですが、令和元年のデータでは 83.7% が65歳以上の高齢者となっています。犯罪者集団は高齢者を狙っています。ではなぜ高齢者が欺かれ被害に遭うのでしょうか。それは子供を思う親心を悪用され、お金を払えば子どものトラブルを解決できると思い違い、錯誤に陥るためです。さらに内閣府のアンケート調査によれば、年齢が上がるほど自分は騙されないと考えている人の割合が増加しており、自信過剰が特殊詐欺への備えを低下させている可能性が高いと思われます。こちらをご覧ください。年齢が上がると見事に比例して自分は被害に遭わないと考える人が増えていきます。30歳代と70歳以上を比較すると約2倍となっています。70歳以上で自分は詐欺に遭わないという人の割合が5割いる一方で、被害者の 83.7% が65歳以上の高齢者です。ここに意識と現実のギャップがあります。このギャップを解消する必要があります。現実には多くの高齢者が特殊詐欺の被害に遭う危険、リスクにさらされているのです。ですから、自分は特殊詐欺の被害に遭わないという思い込みを取り除く必要があります。すべての高齢者が特殊詐欺に備える意識を持ちましょう。特殊詐欺に対する意識の改革が必要です。さて、特殊詐欺についていろいろお話してきましたが、
そもそも特殊詐欺を行っている集団はいかなる集団なのか、その正体は何者なのかという素朴な疑問が湧いてきます。特殊詐欺を行っている集団について、昔は多重債務者、闇金関係者と言われ、その実態はよく分かっていなかったのですが、ここ 2,3 年の警察の捜査により実態が分かってきました。平成30年に検挙された特殊詐欺の主犯の 45.3% が暴力団構成員などとなっており、暴力団が特殊詐欺事件を主導する場合が多く、特殊詐欺被害金が暴力団の有力な資金源の一つになっている状況がうかがわれると警察庁が指摘しています。特殊詐欺の正体は素人集団ではなく、高度に組織化され洗練された暴力団であるという認識を持ちましょう。玄人集団である暴力団に備えのできていない素人である高齢者が対応している構図のため、被害を防ぐことが難しいというのが現状です。特殊詐欺対策は防犯対策であると同時に、暴力団の資金源を断つことになるため、暴力団追放対策であるとも言えます。特殊詐欺のお話の最後に、特殊詐欺で困ったことや特殊詐欺の予兆と思われる電話を受けたときは、迷わず110番かシャープ9110に電話をしてください。110番通報をすることに抵抗がある方は、気軽にシャープ9110に電話をしてください。シャープ9110は警察相談電話で、専門の相談員が対応してくれます。相談者のプライバシーの保護や心情に配慮した対応をしてくれます。高齢者一人で悩むことなく、家族や警察に相談することによって、特殊詐欺に立ち向かっていきましょう。以上で今日のオンライン防犯教室は終了となりますが、最後に伝えたいことがあります。それは、備えあれば憂いなしということわざです。これは特殊詐欺についても当てはまると思います。まず、特殊詐欺に遭うかもしれないリスクにさらされているという認識を前提とし、特殊詐欺の手口を知り、特殊詐欺に対して備えることが重要です。備えることで憂い、不安もなくすことができます。今回は特殊詐欺の対策をいろいろお話ししましたが、その内容、具体的には、お金やキャッシュカードを求める電話があればすぐに電話を切ることや、身に覚えのない請求が来たときはすぐに対応せず、家族や警察に相談することを特殊詐欺の備えとしていただきたいと思います。特殊詐欺を行う集団は次々と新しい手口で特殊詐欺を仕掛けてきますので、最新の特殊詐欺の情報を得るよう努めてください。警察庁や北海道警察の特殊詐欺のホームページなどを見るのが良いと思います。私ども市役所の仕事というのは、地方第1条の2に規定されているように、住民福祉の増進を図ることが基本的な役割です。住民福祉の増進を図るというのは、分かりやすく言えば住民の幸せを増やすことです。別の言い方をすると、不幸な住民を一人でも減らすこと、防犯について当てはめて考えると、犯罪被害に遭う住民を一人でも減らす予防の取り組みが市役所の役割ということになります。私ども旭川市といたしましては、このような考え方に基づいて今後も防犯対策、特殊詐欺対策を進めてまいります。それではこれでオンライン防犯教室を終了したいと思います。今日は長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。